株式会社ニューメディアは山形県米沢市に本社を置く第3セクターのケーブルテレビ局である。また、超短波放送の特定地上機関放送事業者でもある。1986年6月、山形県や大玉地方の自治体のほか、民間企業も出資する第3セクター方式で設立される。当初は米沢市のみをサービスエリアにしていたが、順次、 南陽市、川西町、高畑町にも対象エリアを広げた。2000年10月1日、加入者の伸び悩みから経営難に陥っていた、函館ケーブルテレビ放送から営業上とされ、翌年4月、NCV は函館センターを開局した。2008年9月にメディアッキコミュニケーションズからケーブルネット新潟の経営権を取得。翌年1月に同社を NCV は合併した。2017年7月、NCV が福島センターを開局。福島市において、ケーブルテレビが初めて進出した。NCV の略称は、ニコニコケーブルテレビジョンとニューセンチュリービジョンの二つの意味を持つ。本社、福島センターでは主に全社が、函館センター、新潟センターでは主に後者が用いられる。 ホームターミナルセットトップボックス STB のタイプケーブルを使った OMN のインターネットサービスも行っている。他にも受信地域ではパソコン入門からワードエクセル講座、インターネット等の無料パソコン教室も各地で行っている。最近では IP 本も取り入れている。なお、函館センターと新潟センターではインターネットのみの契約が可能だが、 本社でインターネットを利用する場合は、テレビとのセット契約が必要となる。2012年12月より本社で NCV 光ギガがスタートした。2012年11月11日より先行受付開始。速度は国内最速の1ギガ BPS。最初は松が、三崎、臨戦時のみだが、エリアは順次拡大した。 レギュラーコースエクセレントコースサーバー接続の場合、別途にオプションのサーバー接続が必要。NCV 光着が一般向けサーバー接続向けサーバー、接続量が別途必要。ソフトバンクテレコム株式会社と共にニューメディア、米沢センターが米沢市、南陽市、高畑町、川西町で提供している CATV サービス利用者に対して、 ケーブルラインの提供を2009年10月1日より営業開始、10月中旬よりサービスを開始した。また KDDI 提供のケーブルプラスの提供も行っている。FMNCV を北、マゴごの愛称で、米沢市、南陽市、東北間郡高畑町、川西町の各一部地域を放送区域とするコミュニティ放送をしている。2012年開局。 山形県で4局目、大玉地方では初のコミュニティ放送局である。金子建設工業と HKY が開局時からマスメディア集中排除原則によう支配関係にある。保有する特定地上機関放送局の呼び出し名称は米沢 NCVFM。演奏所は米沢市春日の本社に、送信所は米沢市大飾山山矢沢にあり、 周波数 83.4MHz、空中線電力 20W で送信している。放送対象地域を東南大玉西二町と称している。一時期中継局を南洋市役所に置いていた。自社制作番組とミュージックバードの番組を合わせて24時間放送をしている。インターネット配信は J はインターネットサイマルラジオによる。 コミュニティチャンネルのライブカメラ映像のバックの音声としてサイマル放送もしている。2012年2013年米沢地区における区域外再放送は1989年4月の開局時から行われていた。受信点は天元大高原に設置されていた。当時はテレビ U 山形は開局しておらず、山形放送と山形テレビも 他系列がかなり混在した番組編成だったため民放テレビ主要4系列が揃っている在線民放テレビ局と県外の民放 FM 局が視聴できた。1997年4月に桜んぼテレビが開局し山形県も民放テレビ主要4系列が揃ったため在線民放テレビ局は VHF 再送信からホームターミナルでの再送信に変更された。 2006年、県外派の受信手当金坊に、地上デジタル放送、米沢中継局の送信鉄塔が建設された。また、UHF 対 32CH で、東日本放送と山形放送、34CH で、宮城テレビと山形テレビのチャンネルが重複した。その懇親対策として、同年11月1日午前3時35分頃に、 開局時から続いていた在政民放テレビ4局の区域外再放送が中止された。在政民放テレビ4局は VHF 隊のためデジタル中継局の影響を受けないが東北放送、仙台放送を含めて再送審査会の予定はなかった。FM 放送に関しても2007年3月31日をもって FM 岩手と f m 新潟の区域外再放送を中止した。米沢地区では普及率が高いため毎月1日に新聞折り込みで1ヶ月の番組表が配布されている。アパートなどで集団契約をしている場合は家主が直接配布することもある。新聞折り込みでの番組表配布は全国的にも数少ない形態である。なお、新聞購読をしていない世帯が 番組表を希望する場合は、郵送などによる対応も行っている。米沢地区、函館センターのコミュニティチャンネルでは、他 CATV 局と番組を相互供給することがある。米沢地区のコミュニティチャンネルは2007年9月より、地上デジタル企画でのデジタルテレビ放送を始めた。常時、標準画質で 2CH を使用しており、独自データ放送は行っていない。 EPG にはコミュニティチャンネルの文も掲載されている。米沢地区、函館センターにおいて2008年6月 YMAX 予備免許取得。デジアナ変換は函館センターにおいては2015年4月30日終了し、米沢センターでは同年3月31日正午で終了。ありがとうございます。